オルドカンバ AWM、 はい、どうも、スコイです。今回はですね、桜のガシャの方が、3月の方に復刻予定というわけで、じゃあ過去どんな感じだったかっていうのをまとめていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、桜のガシャっていうのは毎年来ている栄光のガチャですね。はい。去年もやってますし、割となんか毎年しているんで、あれなんですが、今回まとめていくのは、去年のやつ、一番直近のやつが最もその近い要素になると思うんで、そこをまとめていこうかなというふうに思います。まず中身金幕なんですけれど、金幕確率は 2.83% というふうになってました。過去の桜祭りのスキンとか、あとは新しい新規の桜祭りのスキンとかが入っているようなガチャというふうになってましたね。新規スキンの方に関しましては、服の方、あと HK50 の方、これらが入っていました。あとはパラシュートの方とかの復刻とか、新しく出てました。死体箱のスキンとか、外れてなんか重視スキンがあったりとか、オレンジ役の方にも、新しい銃があったっていう感じのガチャでしたね。はい。あとはイベントとして、ロビンボーナスの方でガチャがもらえるとか、あとは任意モード、任意の戦闘モードをこなすと、3回こなすごとにガチャがもらえるっていう、そんな感じのイベントもしてましたね。はい。去年は3月の5日頃ですね、やってました。大体その春休みが入るぐらいのタイミングでやっていたわけなんですけれど、今年もそれくらいのタイミングでやってもおかしくないかなとは思いますね。以上が去年の、桜の栄光ガチャの内容です。今年も同じイベントで来るかどうかっていうのはわかんないんですが、中身の方に関しては、これよりは同じかいいものになるかなっていうふうに思うんで、そこら辺覚えておくといいと思います。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、チップショップで交換する車って何がおすすめですか？マクラーレンとリミットと両者ジープは持っていますと。マクラーレン、セラーも交換戦でいいでしょう。マクラーレンあれば十分なんで、はい。そんな変わらんからね、せーの。で、リミット、あとは、一応、チップショップのカートの方が強いんですよね。性能はだいぶいいんで。等級は下ですけれど、別にカートの等級とか関係ないんで、交換してもいいと思いますよ。チップショップのカート。ジープも、交換してもいいけど、等級だけやしな。交換するんだったら、リミットじゃないですか。別に交換せんでもいいけどね。で、次ですね。ペニシャダイダスト、報酬うまかったら普通に好きだったんだけどなと。ゲーム性もうちょっと良くしてくれれば、俺は報酬は、あんなもんだろうと思ってましたね。継続してできる報酬があったんで、慣れたらあれだって報酬ゲットするの一戦でいいからですね。で結構また来てくれんかなと思ってますよ。普通に報酬ないし、パックと勲章もらえれば十分だろうと自分は思ってるんで、そのうちでも来るんじゃないですか。一回閉鎖しますって言っていただけなんで、復活があるような言い回しでしたからね。そのうち来ると思いますよ。で、もう少しね、やり込み要素があったらよかったなとは思いましたね。一通りその武器ゲットしきったらもう終わりなんで、なんかエンドコンテンツがね、極めるような要素があればなお良かったかなっていう風に思うんですよ。一応スキルレベル上げたりとかできたんで、そういう意味では極める部分ってのはあったんですが、スキルレベルマックスにしてもさ、正直そのあんま変化を感じないんだよね。なんかね、どうせレジャーなんで、ちょっと壊れていてもいいですから、少しなんかね、面白い要素がもうちょっとあったらよかったかなってのは思いますね。で、次ですね。海電動ないですと。そういえばなかったですね。もう消してましたね。今回のエクストラ電動の更新の際に消えてましたね。うわ、忘れとった。どうでもいいから。ね。存在としてどうでもいいもんな、海電動ってのは。欲しいのなかったしね。セラースキンもね、ちょいちょい運転しますけど、自分は信長の電動をいつも使ってるんですが、いや、ハンドリングがさ、重いんだよね。その押してからハンドリングするまでが、他の車と比べると若干遅くはあるんで、性能的には悪くはないんですけれど、比べると他の電動のセランよりは弱いかなっていうふうに思いますよね。はい。どっちにしろ信長が消えたら次セランないわけでしょう。いやー、ない状態でってのはしないっすよね。で、次ですね。なんで白樺林がこんなに人気なのか謎と。白樺林は、カスタム性がまず高いっていうのが一番じゃないですか。どう分割して、どう組み合わせても、ある程度はそのどんなスキンともまとまってくれるっていうのが、いい部分だと思いますね。意外とあのタイプのスキンないからですね、公約行動に。それが一つ目と、あと二つ目は、クリップ。クリップを取るときに映えるみたいですね。SR。後ろひらひら系の服なんで、結構映えやすいってのもあるんじゃないですか。俺はクリップなんか知らんけど、SR の。そこら辺がなんかね、映える要素があるから、そんな感じみたいですね。はい。意外とでもね、その見た目だけのあれで見ても悪くはないからね。あそこまでカスタムできるスキンもあんまないんで、分割できるスキンって最近増えましたけれど、じゃあカスタムする際の汎用性があるかっていうと、組み合わせ的には微妙な服スキンが多かったりするんで、そういう意味では、いいかなっていう、悪くはないかなとは思います。で、次ですね。さらに、新色追加で復刻実装されるような気が、あるんじゃないですか。自分もなんとなく新しい色の、新しいレアリティの白樺林の方来るんじゃねっていうのは、なんか若干思ってますね。いいと思いますよ。はい。色のパターンが多いっていうのも白樺林のいいところやからですね。今あるその染色と、また別のね、染色のね、白樺林が来たら、それはそれでいいと思いますよ。カスタムもしやすくなりますし、組み合わせやすくもなりますし、そこが課金要素で、若干の課金ぐらいでいいんだったら、ワンチャンゲットするって人もいらっしゃるんじゃないですか。それでね、たくさんその課金必要ですってなったら、ちょっと違うんじゃないのっていう。それは本来求めていた白樺林とはちょっと違うんじゃないっていうふうには思いますけれど。ちょっとでいいんだったらいいんじゃねっていう。言うてその最初の白樺林も、一応そのバトルパスの配布スキンなんで、課金要素ではありますからね。はい。
ですので、まあちょっとぐらいだったらいいんじゃないですか。ガチャの外れに、その違う色バージョンの白川輪が入っているとか、まあガチャ回した時のなんか50連目の特典で、まあ、白川輪がもらえますとか、違う色の。うん。そんなんだったらまあ悪くはないかなと思いますね。で、次ですね。栄光嬉しいけれど、最近のガチャ見ると確率絞っていそうと。そうっすね。まあ、絞ってる可能性は十分あると思いますよ。栄光ってこの間のその、初心マックスの時もそうですけれど、まあ、表記されているその確率が、まあ、信用できなかったりする時あるんで、まあ、今回のその、新しいね、あの、うさぎのガチャみたいな感じで、書いている確率と、実際その、排出される、まあ、率っていうのが、まあ、違う時がありますから、まあ、人がその、回しているのを確認してから回した方が、まあ、栄光、まあ、どのガチャもそうですけれど、まあ、それが一番いいと思いますよ。はい。で、次ですね。これからイベントの時に、芸人さんとか、俳優女優とかのボイスコラボをやればいいのに、ノースタイルのボイス好きでしたと。どうなんですかね。最近その公式配信にそもそもあんまり芸能人を使ってないようなイメージがありますし、まあ、芸能人のボイスの方を出すとしても高そうな気するんだよな。まあ、まずその配信のその出演料と、まあ、そのゲームの出演料って絶対その別になるんで、はい、そこを同じにしてくださいみたいな、そういう節約をさせてくださいって言ったら絶対その事務所側はダメですみたいな言うと思いますし、まあ、そこら辺のなんか内容を知ったら、まあ、事務所側はいやそれグッズと同じなんで、要はその芸人とか芸能人のグッズと同じなんで、じゃあそのグッズが売れた何パーセントをインセンティブとしてくださいっていう風に絶対言うと思うんですよね。事務所だったら絶対そう言うと思いますし、逆にその、そうじゃなくて、まあ、出演料と一緒にその、同じ仕事としてなんかしてくださいっていう風にしたら、事務所からしても、まあ、クリエイターというかその、インフルエンサーというか、芸能人かの人からしても、何こいつみたいな、自分のことをなんかねぎろうとしてるのみたいな風に思いますから、まあ、印象も悪くなるし、まあ、難しいんじゃないかな。高くつきそうっすよね。まあ、なんで、そんなポン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 は出せないのかもしれないですね。まあ、いつも言ってますなんか、アニメとのコラボレーションのボイスとかに関しては、まあ、その、元々あるその劇中の声っていうのを、まあ、もらって作って、てるみたいですし、まあ、新規でその収録しているわけではないじゃないですか。でもそのそういう配信とかの出演者のボイスっていうのを作ろうとしたら、まあ、新規でその新しくその収録する必要もあるんで、まあ、何やかんやまあ時間とお金の部分でやらないっていうのはそんなそのたくさんできるっていうあれではないんじゃないですか。まあ、この間なんか2時3時のボイス出してましたけど、まあ、あれが結構頑張ってた部類だと思いますよ。で次ですね、Twitter で実況者のボイスとか自分がもしも会社にいたら見させていたというふうに銀南さんが言っていたけれど、その時まだネットニュースの方にいなかったけれど、まあ、いたと思いますよ。確かいましたよね。いましたけれど。まあ、いたとしても、会社辞める前っていうのは、二つ、まあ、仕事をしてない場合っていうのがほとんどですね。まあ、ブッチして辞めるんだったら別ですけれど、そうじゃなくて普通に辞めてるんだったら、まあ、自分の仕事っていうのを引き継がせる必要がありますよね。そのためになんかいろいろ他の人に伝えているっていう、伝えたりとか、まあ、整理をしている。まあ、これで、まあ、ここの部分で、まあ、業種によっては、まあ、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月ぐらいかかる、数ヶ月ぐらいかかる仕事もあるんで、まあ、自分でその新しい仕事はしていないけれど、まあ、引き継ぎの方をするために会社の方にいたっていう、所属はしているけれど、新しい仕事をしているわけではないから、そのボイスの方に関わっているわけではないというパターンが一つ目ですよね。で、もう一つが、単純に、まあ、有給消化していたっていうね。まあ、休養やっぱね、悪くて辞めたんだったら、まあ、休養ってのが必要なわけじゃないですか。有給残しとったらあれなんで、まあ、会社には所属しているけれど、ずっと休んでいるっていう状態だった場合っていうのは、まあ、同じくその仕事はしてないんで、新しい仕事はしてないですから、まあ、中身に関しては干渉していないっていう、多分どっちかやと思いますけどね。